牧主 A。牧主 A、パクチュヨン。1985年7月10日体は、大韓民国、テグ広域市出身のサッカー選手。ポジションはフォワード。K リーグ FC ソウル所属。元韓国代表。高来大学校在籍中の2005年、FC ソウルに加入。デビューシーズンは、満場一致で、新人王を獲得した。これは、 K リーグ史上初の快挙であった。2008年にリーグアンの、A、AS モナコに移籍。移籍金は200万ユーロで、背番号は10となった。リーグアンデビュー戦となった9月13日の FC ロリアン戦で初ゴールを記録。レギュラーとして定着し、2010から2011年度は12得点、うち PK4 を挙げたが、所属チームの AS モナコは降格となった。 2011年、モナコの降格に伴い移籍を志願。ラスックリールメトロポールへの移籍が目前となったものの、メディカルチェックをキャンセルして8月31日に、プレミアリーグのアーセナルに移籍した。移籍1年目の2011から2012シーズンは、リーグ戦の出場が試合、7分間で、存在感が皆無に等しい結果に終わった。シーズン終了後には、 ルーカス・ポドルスキの遺跡加入に伴い、背番号も当然9から3 2変更となった。2012年8月31日、リーガ・イスパニョーラのセルタデビー越え1年間のレンタル遺跡が発表された。2012年9月22日、ホームのヘタフェ戦で初ゴールを挙げ、試合は2対1で勝利、リーガ・イスパニョーラで得点を挙げた初の韓国人選手となった。 2012から13シーズン終了後アーセナルに戻り、2013から14シーズンはアーセナルの選手として指導した、背番号は30。2013年10月30日、リーグカップのチェルシー戦の81分に、アーロン・ラムーとの交代で6ヶ月ぶりの試合出場を、果たした試合は0対2で敗戦。2014年1月31日、 フットボールリーグチャンピオンシップのワトフォード FC へ、レンタル移籍が発表された。2014年6月26日、ワトフォードから、レンタル元のアーセナルに復帰したが、同月末で、契約満了に伴い退団した。2014年10月1日、サウジプロフェッショナルリーグのあるシャバブ FC と契約。しかし、サウジアラビアではなかなかコンディションが上がらず7試合で1ゴールと、 結果を出せずにいた。2015年2月5日、あるシャバブ FC との契約を解除された。10月に加入してから、わずか4ヶ月での対談となった。2015年3月10日、フルスの FC ソウルに加入した。2005年のワールドユース及び 2006FIFA ワールドカップアジア最終予選にも出場。W ハイドイツ大会本戦の代表メンバーにも選出され。 グループリーグ第3戦のスイス戦では先発で出場た。2010FIFA ワールドカップでは AS として全4試合に先発出場。グループリーグ第3節のナイジェリア戦では直接フリーキックを決めワールドカップ初得点を記録しチームのベスト16進出に貢献した。2010年アジア競技大会にオーバーエージ枠で参加した。高格権にあった。 エースモナコは代表選出に難色を示したが、大会直前になり、参加を認めた。チームは準決勝の UAE 戦で敗退した。2011年に行われるアジアカップには、参加が決まっていたが、右膝の負傷からの回復が芳しくないため、辞退することとなった。大会後には、牧クチ勢の代表引退を受け、韓国代表の首相に、歴代最年少で任命された。 2011年9月2日の 2014FIFA フフワールドカップアジア予選のレバノン戦でハットトリックを達成した2012年のロンドンオリンピックの韓国代表にオーバーエイジとして選出されチーム総得点5点のうちの2点を挙げて銅メダル獲得に貢献した 2014FIFA フフワールドカップにも2試合出場したが無得点に終わり韓国もグループリーグで敗退した 全ての韓国男子国民には一定期間軍隊に所属し国防の義務を遂行する兵役義務が課されている。牧ュ A はトップレベルで協議を継続することを希望しており、モナコ時代に取得した10年間の長期滞在ビザを兵役先送りに利用していたことが2012年に判明しメディアから激しいバッシングを受けたため謝罪会見を開く必要に迫られた。 この影響で 2014FIFA ワールドカップアジア4次予選の韓国代表メンバーから外されてしまった。その後ロンドンオリンピックにオーバーエイジで出場。銅メダルを獲得したため、兵役が免除された。6 9 2 3 2 2 5 2 9 6 3 5 9 1 2 5 3 0 8 1 1 0 2 2 6 1 0 4 1 0 0 5十2 零零零零零二零二二三四一二十六四千百八十五五十一三十三十二十三三二百三十一六十六楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。